The Sun magazine writes as follows. Are mysterious UFOs and bizarre alien figures hidden in ancient religious paintings evidence of early ET visits? These could be biblical symbols misunderstood or proof ET has been visiting for a long, long time. Ancient art could show extraterrestrials have been visiting Earth for hundreds of years, according to conspiracy theorists, while art historians insist, though, on the contrary, there's a more simple explanation arguing what could appear to be UFOs actually represent angels or the sun and the moon. サン氏は、エイリアンは存在すると題して次のように書いています。古代の絵画の中に描かれている UFO が ET たちがこの地球を訪れていたというその証拠かもしれないと。陰謀論者によると、外惑星人たちはこの何百年もの間この地球を訪れているという。古代の絵画に描かれている UFO がその証拠であると。こうした見方に対して美術歴史学者たちは、こうした UFO に見えるものは天使あるいは太陽とか月を表したものに過ぎないと主張している。広志林、浜松セリジャパン。今時 UFO なるものは珍しくも何ともありません。世界中で UFO の目撃例が何千何万と続いています。ここで注意していただきたいのは、そうした UFO という言葉もない時代においてですね、古代の絵画の中に今から言うと UFO らしきものが描かれているという点です。そしてもう一つ注意していただきたいことは、古代の人たちは現在のようにですね、通信手段も映像技術もなかったという点です。つまりこういう形で、絵画という形で彼らが見たものを表現するしかなかったという点です。今でこそこうした情報は瞬時に世界を駆け巡りますが、当時はそうではなかったということです。そういうことを考え合わせるなら、信憑性は今よりはるかに高いということになります。で、私林浩司の方で古代の絵画に描かれている UFO もしくは UFO らしきものと、現在目撃されている UFO もしくは UFO と疑われるものをこうして照合してみました。逆に言うとですね、古代の絵画に描かれている UFO らしきものは、現代風に言えばまさしくUFO であるということになります。さらに言えばですね、では古代の絵画に描かれているものが UFO でないというのなら、ではそれらは何であるかということにもなるわけです。さらにさらに言えば、古代よりこうした絵が描かれているということは、現代私たちが言う UFO の存在を歴史的にも裏付けるということになるのではないでしょうか。そこでこの動画の中では、あのレオナルド・ダ・ヴィンチも UFO らしきものを
どうやら描いていたのではないかという問題について考えてみたいと思います。題してレオナルド・ダ・ヴィンチの UFO ということになります。画面を見ながら説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたことになっている受胎告知の絵です。この受胎告知の左上に注意してください。ここに雲が描かれています。一般には雲と解釈されています。まあ問題にする人もいないということですね。がこの雲はどう見てもおかしいと私は考えます。中心部が卵形で、で左右対称になっています。見方によっては翼にも見えるということです。でこれは UFO なのかどうかということですが、今までの流れからするとですね、まあダ・ヴィンチの周辺にこのような UFO があったとしても、あるいは飛んでいたとしてもおかしくないということになります。でいろいろと明度を上げたりコントラストを上げたりして見てみますが、今一つはっきりしません。まあ、ここで言えることは、先に言いましたように中央部が球体形であり、左右に左右対称の翼のようなものが描かれているということです。これは UFO なのでしょうか、それともそうではないのでしょうか。もう一つ怪しげな絵をご覧いただきます。アントレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされるイエスの洗礼の絵です。この右上の方に奇妙な鳥が描かれています。この鳥に注意してください。こんなところにこんな鳥が描かれていること自体が、まあ不自然といいますかアンバランスなのですけども、この鳥の明度を上げてみますと尾羽の部分が薄くなっていくのがわかります。でこの鳥なんですけども、これは鳥なのでしょうか、あるいは鳥というのはこのような飛び方をするものなのでしょうか。まあ右の翼は見えますが左の翼は見えません。そして足も描かれています。で実際の鳥と比較しています。でどうもおかしいんですよね。まあ、どうおかしいかは皆さんご覧になっている通りですけども、鳥なのか鳥でないのかということになるわけです。で私はこれは UFO ではないかと考えています。この鳥の尾羽の部分を取り除いてみます。するとそこに私たちが UFO と呼んでいる、まあ、物体の形が浮かび上がってきます。つまり逆に言うとですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはここに UFO を描きたかった、しかし露骨には描けなかった、そこで鳥にカモフラージュしたのではないかと。このイエスの洗礼の中にはいくつかの騙し絵、隠し絵が仕込まれています。話を受胎告知に戻します。受胎告知の左上には奇妙な雲が描かれています。この雲は何を意味するのか、まあ、ここだけを見ていると雲かなということになるのかもしれませんけれども、まあ、今までの流れからするとどうやらこれは雲ではなくて私は UFO ではないかと考えています。つまり意味のないものを1500年後のイエスは書かなかったということになります。このもやもやとした部分に注意してください。で比較してみます。その下がイエスの洗礼の中に描かれている奇妙な鳥です。でこれは UFO ではないかということですね。で形を照合してみますと、まあ、現在いろいろな UFO が報告されていますけども、まあ、UFO の中でもですね、空飛ぶ円盤型の UFO ということになります。今風に言えば珍しくも何ともない UFO ということになります。そして
まあ私はこの UFO に大変よく似ていると判断しました。一方、受胎告知の中の雲ですが、私はこれは V 字型の UFO ではないかと判断しました。写真はデスバリーで写真に撮られた UFO です。そしてこれがハドソンバリーで写真に撮られた UFO です。機体の周辺がもやもやと雲のようになっている点に注意してください。見る角度が違いますから同じようには見えないのかもしれませんけれども、上は正面から見たところ、下の右下はですね、側面から見たところということになります。 V 字型でもやもやしている、まあハドソンバリーで写真に撮られた UFO と比較するとですね、いわゆるまあ受胎告知の中に描かれている、まあ、この雲のようなものは UFO ではないかということになります。あくまでも今の段階ではそのように見えるというだけの話なのかもしれません。 Bye for now.